上原浩二の雑談魂。雑談魂。すいません、あのかさん、これ、はい、僕が YouTube をやってるんですけども、そのちょっと噂には聞いてましたもうゲスト紹介とかなしでもういきなり話でいきます、はい、もうざっくばらんに話してほしいんですけど。 OK、 いいですよ。あの桑さんがコーチ決まってから、うん、本当にいろんなところで片岡さんとか、高木豊さんもそうですけど、うん、かお話しされてるんですけど、うん、桑さんの声じゃないんで、うん、僕は桑さんの声を聞かないと、うん、あの僕をやりたくなかったんですよ、うん、その桑さんについての話っていうのは。だから今回はもう桑さんの声を届けたくて、うん、それで今日はちょっと本当にお願いしちゃったんですけど、はいはい、あのジャンスのコーチ気持ちどうですか？いや、 やっぱりね、素直に嬉しいですよ、はい、やっぱり、まあ、自分も引退してからね、自分の夢としてやはりプロ野球の指導者っていうのは目標で掲げてたので、はい、まあ、どこのチームになるのかなっていうね。どこのチームでも良かったんですか？話をいただいてタイミングが合えば僕はどこでも行くべきじゃないかなっていう気持ちは持ってたので。そうなんですか、はい、ぶっちゃけ過去に他の球団から話っていうのはあったんですか？ありました。ありがとうございますか、はい、ただそのちょうど大学院に行ってる時だったり、はい、東大にこう指導してる、はい、行ってる時だったのでちょっとタイミングが合わなかったんですよね。いや、今年ぐらいがちょうどいいタイミングだったってことですか？そうですね、やっぱり50歳過ぎてもう10年間勉強の期間が過ぎてたので、はい、50歳まで勉強されるのが僕の中でちょっと考えられないんですよ。そう、もう勉強したくないんで。いや、もうね、逃げ出したい時はもういっぱいあった、はい、レポートを提出しなきゃいけないとかね、はい、例えば9時半ぐらいまで授業をやって、はい、12時までにレポート提出とか、はい、そうすると家帰ったらもう11時ぐらいで、食事もする時間なくずっとレポートを書いて、11時59分になるとドキドキして冷や汗と油汗が出てきて、とりあえず一回ここで送ろうかって言って送ったりね、まあ、そういう毎日もね、ありましたけど。もう肩書きって、だからその早稲田大学院卒業、そうだね、修士号だね、だから、ね、はい、で東京大学の方も、はい、今大学院の特任研究員っていうのをしてるんですね。肩書きかっこいいですね。いや、かっこいいっていうかねでもありがたいのはこう自分のやりたい研究ができてるっていうのがね、はい、いろんな教授との出会いがあってそういう研究ができてるっていうのは非常にありがたいですよね。その研究も野球のその技術的な部分じゃないじゃないですか、うん、野球のその裏の部分を早稲田大学の方では勉強されたってことですよね。 ね、うん、それなんで裏の部分を研究しようと思ったんですか？これなぜかっていうと例えば我々選手がプレーするだけで応援する人がいない、はい、ビジネスがうまくいってなかった、資金がなかったら年俸ももらえないし、そうですね、はい、誰も見に来てくれない、人気がなかったらね、はい、そんなんでプレーして楽しい、嬉しい？いや、楽しくはない。やっぱお客さんが入って、ね、はい、ね、で活躍したら年俸に跳ね返ってくるっていうのも、はい、なんかやりがいもあるし楽しいやね、はい、でそういった野球界にしてもっともっといいね、野球界にしたいっていう思いがあって、はい、そこの部分もやっぱりちゃんと勉強しておくべきだなと思ったね。そこの部分を勉強というかしてる人って多分桑田さんぐらいじゃないですか、うん、まあ、現役選手で上がって、そう、専門家がね、はい、やればいいんですけど、はい、でもやっぱり選手上がりの人が選手の気持ちも分かって、はい、中が分かってる人がそこも外もやるっていうのはすごく大事だと思ってて。そうですね、その裏の部分で、うん、現役 OB っていないじゃないですか、うん、やってる方って、うん、ね、なんか現役のことをまず理解されてない方も多いので、うん、お互いがちょっとずれていってるんですよね、うん、こう一歩一歩になってって、やっぱりこれが混合すれば野球界ってすごい良くなっていくと思うんですけど、これからの時代はね、選手上がりの人がやっぱり勉強して、はい、フロントをやったり起業してね、何らかの形で野球界を応援するとかスポンサーするとか、そういった
あの人材を増やしていきたいよね。ということは将来的にはコミッショナーとかそういう GM とか、うん、いやそういう目標はねそういう目標はね実は持ってなくて、はい、とにかく僕の最後の最大の夢っていうのは、はい、日本の野球界をさらに発展させたいっていうのが、はい、もうすごい目標夢であるよね。監督ではないですか。いやそのためにあの監督を経験するっていうのもあの大事な勉強だと思うんで、うん、そうですね、やっぱ経験って大事ですよね、はい、そうなんね、あのいろいろね女子野球とかも勉強させてもらってるんだけど、はい、日本の野球界ってね誰に支えられてるかっていうと女子ですよ。へえ。小中学生の頃はね、はい、ユニフォームの洗濯、お弁当、はい、作りね、あ、まあ、そういう意味の女子です。応援も女子でしょ、はい、お母さんですね、はいはい、このお母さん、女子の力ってが野球界を支えてくれるっていう。で、その女子が野球をやってくれてるわけですよ、はい、だから女子野球を応援して彼女たちに野球を楽しんでもらって、で将来結婚して子供が生まれました、はい、何のスポーツやらせますか。一番最初はやっぱり野球になりますよね、はい、だからそういうことであの野球人口の増加にもつながっていくわけですよ。で高校とか大学プロ野球までやった女子のプレイヤーは小学校の間は子供のキャッチボール相手できますからね。そうですね、僕も小学校の時はお母さん相手して、はい、キャッチボール相手してくれてました。すごいねそれうちのお母さんのソフトボールをちょっと走ってたので、だから小学校の時まではお母さんとキャッチボールしてましたね。すごいね、はい、鳥肌立った今そんなの、はい、すごい最先端やねお母さんなかなか力強いお母さんでした、うん、そういうねあの女性がね増えてきてくれるっていうのも、はい、やっぱり野球界にとって大事だと思うのね、はい、だから女子野球はあの全力で応援したいなと思って。で今野球界野球人口が減少してるっていうのは、はい、まあ当然減少してて僕はいいと思ってて、今までは多すぎた、うん、だから最大を目指すんじゃなくて最適な人数はどれぐらいなのかと、だからそこからもっと減らないようにちゃんとキープできるように、今がキープ、うん、もう、うん、どの辺が最適なのかわからないけど最適なところをキープしながら、はい、野球プレーする人口も増やしながら、はい、今度野球を見る人も増やして、はい、で今度野球を支える人も増やしていくと、そうすれば選手も活躍して見に来てくれる人もいてお金を払ってくれる人、はい、支える人もいる、ね、そうすると野球界がこうまた大きくなっていくわけですよね。多いところまで考えてるんですねまあそれが一つと、はい、当然このグローバル化なんで世界でもやっぱり日本の野球っていうのは勝っていかなきゃいけないと、ところがここ何年か見ていると世界でも成績は残せてないんです実はね。そうですね、 WBC で 2回優勝したのかな。そうですね、最初の1回目2回目優勝して、うん、そこからちょっと勝ててないですね。で学生野球の方もなかなか世界一は取れてないんですね、はい、だからそういった意味でも今度はじゃあ日本人の最大の特徴は何かっていうと技術力、うん、チームワーク、チームワーク、はい、この辺をあのもっとあのスキルアップしていってですね、世界でもいやパワーとスピードだけじゃないんですよって、日本のこのスモールベースボールと言われてる日本の野球ってすごいんですよっていうのをこう見せつけていきたいなと思って。ちょっと真面目な話ばっかりになったからちょっとずらしていこうよ、ね、YouTube 真面目な話じゃダメなんだいやでもあのね題名が雑談魂なんで雑談をこうどん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 やっていこうかなと思ってるんで、あの一個僕質問していいですか。いいよ。マットはどうなんですか。マットか、マットな、マットはもうああ見えて純粋なのよ。いやいや本当僕あの、うん、SNS で僕つながってまして、そうなの、たまにコメントしたりするんですよ。本当？あのコメントとかその絵文字、あの化粧とかそういうなんか CM のやつをなんか流してるやつ、うん、僕がなんかいいねみたいなの押したら、そうなの、あの逆にまた返してくれるんですよ、うん、へえ、はい、
マットはね、すごい頑張り屋で頑張ってますね、うん、家でもね、洗濯したり、はい、キッチンをきれいに磨いてくれたりね、はい、やってます、まあ、料理も最近パパ今日料理するのって言うから、はい、何するの唐揚げって優しいじゃないですかね、唐揚げだけかって、はい、うん、って一番得意な料理って、それただ揚げてるだけやろこれが美味しいのよってね、いいじゃないですか、子供が料理作ってくれるの嬉しいですね、あと今日パパ作ってんのって、何作ってんだって言ったら、また唐揚げだろうって、違うよ今日はって、なんだよって言ったら、ソーセージを炒めてるやつね得意料理なので、それ炒めるだけやねかわいらしい、でもマット僕桑田さんの家に何回か行かせていただいたじゃないですか、うん、あの時でまだマットが小学生ぐらいですよ ね、うん、あんな雰囲気一切なかったじゃないですか、あれ最初にマットがそっちの方向に行くっていうのは聞かされるんですか、もういや、僕はね、小学校6年生までは強制的に野球をやって、はい、やってましたね、はい、で中学になったら好きなことやっていいから、そしたらやっぱりもう音楽やりながら、で音楽やりながら今度美容の方にこうまた、ね、はいはい、傾聴していきながら、はい、まあ音楽がメインなんだけどね、いろいろ研究してる、すごいですよ、これをこうしたらこうなるんじゃないかとかね、研究熱心ですよ。親としては全然反対はしなかったですか？びっくりはするよびっくりはしました。ある日突然金髪になってある日突然なんかまた違う色になってるし、はい、びっくりはするよ、はい、うん、でも反対はしなかった、うん、なぜかというと、うん、彼の人生だから、やっぱり自分の人生は自分の好きなように生きる、はい、うん、でもやっぱり人に迷惑かけちゃいけないんで、全然迷惑かかってないですもんね、うん、自分のやりたいようにやるっていうのが、はい、うちの、まあ、教えなんで、その道のトップになるんだったら僕も子供に何やってもいいかなと思ってるんですよ、うん、正直なところ別に今野球やってますけど、うん、野球じゃなくて違う競技とか違う分野に行って、うん、そこからトップを目指すんなら応援してあげたいなってすごい思うんですよ、だからマットの場合本当に今もトップじゃないですか。そうかな。いやだから僕すごいなと思って。まあでもね、僕は言ってるのはその一番を目指す、トップを目指すっていうこともすごく大事なんだけど、はい、自分のやりたいことを夢中で一生懸命取り組んでるっていうのがね、これすごく大事だと思ってて。もう今まさしく夢中になってますね、彼は。それが一般的または世間に評価されてなくても自分がやりたいことをやるべき。それが俺人生だと思うんで、まあたまに大丈夫かって聞くときあるよ、うん、何が、いや、うん、全体的に大丈夫かって言ったら、うん、大丈夫、楽しいって言ってるから、あ、いいですね、かもう何も親子で CM 共演したのにすごい羨ましかったです、僕はなんかね、ありがたい話いただいてね、はい、うん、まあでも、俺ももうね、高校時代からこうメディアには出てるけど、はい、なんかもうマットと一緒に CM とか撮ると、はい、もう向こうの方が役者上だからさ、はい、もうパッと切り替わるんだよね仕事の顔になるんですね、そう、すごいなと思って、いや、もうじゃあ最後に1個だけ聞かせてください、最近のゴルフの調子どうですか？ゴルフ、はい、ゴルフは難しいね、やっぱりね、いや僕はもう桑田さんにゴルフ教えてもらったようなもんですから、うん、プロ入ってからですから、うん、僕もゴルフやり始めたのは、うん、でも1年目とか終わってから桑田さんとか、うん、もう上の人たちがどんどん僕を誘ってくれて、うん、うまいやん、でも、いやいや全然あれから全く進歩ないんですよ、そうなの、はい、100を切るのは早いけど、はい、まあ、90切るのも早いと思うね、はい、そこから80をこうずっと、ね、降りてきて70代に入ると今度1打をこう下げていくっていうのはすごい難しい、はい、でもプロアマ戦出られてますよね、うん、何回かそう、レギュラーシーズンも出させてもらった経験もあって、はいはい、それはただゴルフやりたいから出たわけじゃなくて当然ゴルフやりたいっていうのもあって、もう一つゴルフというスポーツビジネスも勉強しながら
また選手の心理とか、ね、ファンの人はどういうふうに応援しているのかとか、そういうところもまた、そう、あの一打のこんなパターのこの一打のプレッシャーはどういうものかとか、はい、でそういうものを学んで、それをまた野球に生かしたいんだよね。でもゴルフと僕野球って結構通ずるもあると思うんですよ、す精神的なものは。特にピッチャーはある、はい、うん、それはすごい僕も感じてるんですけど、うん、だからゴルフもちょっと僕も上手くなりたいんで、またちょっとご指導の方よろしくお願いします。そう、あのやろうって言えないのは、はい、今年が俺ができなくなるから。そうですね、だからシーズンが終わったら、終わったらね、ぜひちょっとワイン会の方もよろしくお願いします。はい、もうワインも全て野球なんだ、はい、桑田さんをぜひ一度ちょっと一緒に行ってほしいワインバーがあるんですよ。本当？はい、いいね、そこちょっとぜひ、そのワインバーって言っておばあさんがいっぱいいるわいわいおばあさんと、おばあさんじゃないですけど、そのママさんは自分でカリフォルニア行って、うん、自分でちゃんと全部仕入れてきてやってるんですよ。すごいね。だからもう桑田さんめちゃくちゃ合うと思うんで、カリフォルニアのワインが専門なんで、いや専門ではないと思うんですけど、はい、だから桑田さんのワインのも知ってましたね。あ、そう、はい、出されたじゃないですか、うん、はい、僕ちょっとまだ飲んではないんですけど、ニュージーランドのね、はい、カリフォルニアワインもね、あの本当に洗練されてきたからね。昔は濃いだけだったけどね。桑田さん出されたって2018年ですか、もっと前からですか。2010年、10年からのやつがもう出てるんですね、うん、そう、10年がファーストリリース、まあ、ファーストリリース偉そうに言えないんだけど、じゃあ10年のワイン高そうですね。2010年は今すごく飲み頃です。あら、うん、1本10万ぐらいで売ってるんですか。いや、そんな高くない、2万円ぐらいかな、はい、だったと思います。あ、まあ、僕があの儲けてるわけじゃない、何もね。本当ですか。僕には一切ない、僕はもう勉強させてもらうっていうのが、はい、これはもう最大の、あの楽しみであって。あ、ぜひちょっとオフに。全くワインはビジネスには全く関係ない。関係ない。あ、本当ですか。僕は野球だから。ちょっとオフに、うん、桑田さんのワイン飲ませていただければ、うん、こんな真面目でいい。初めてだよ、コージがこう YouTube で真面目な話してるの。そうですね、結構最初から砕けてたんで、うん、はい、いや、何、頻度はどれぐらいなの。週2ですね。週2か、週2きついんじゃない、はい、なんかいろいろ撮っていくの。でこれを3回分、4回分に分けたりとか、小出しにしていく、はい、小出しにしていきます。ぜひまた、すみません、よろしくお願いします。はい、またやりましょう、はい、ね、はい、今日はこんなのでいいですか。もうちょっと僕はめちゃめちゃ緊張してたすみません、こんな感じでした。珍しい、緊張するありがとうございました。はい、ありがとうございました。